プロレスリング柴田の参上。おはようございます。今日が30日ですね。今朝の9時50分なんで、はい、これからコロッサス出てきます。まあ一応最後の頼みですね。一応おかわりも1回できるみたいなんだけど、まあ、これ滑ったらもうおかわりはしないですね。あんまりトナメ追ってもしょうがないんで、インザマネーできないのが当然なんでね。だからまあ最後のトーナメントと思って頑張ります。では会場行きます。あ、そう、ちなみになんですけど、じゃーん、早速着ております。昨日買ったノートリアス T シャツ、ザ・ノートリアス T シャツです。と、じゃーん、 WSOP パーカーです。そして頭はラスベガスキャップと、はい、もうおのぼりさんですね。ハイパー観光客な格好しておりますが、いいでしょう、決まってるでしょう。はい、今日の僕の旅先コーディネートです。さあ、トナメ頑張るぞ。どうも、柴田です。ブレイクに入りまして、現在試作が半分になってしまいました。ていうか、もうワンハンド目に1万点落としてるんですよ。ワンハンド目にしなくてもいいようなブラフで1万点減らして、まあ、そこから特にもうそんなに面白くもない、まあ、ポットの落とし方を、まあ、2回ぐらいして、でもう開始30分ぐらいで4万点が2万点まで減りまして、はい、でそこから4万点までまた増やしてるんですね。ブラインドヘッズで僕が SB で A スクイーン持ってて、で後ろにいた BB がショートで6000点ぐらいだったんで、 A スクイーンめんどくさくて全部入れたんですよ。そうしたら、20BB ぐらいのおじさんがオールインにコールしてくれて、でなんかマジで謎ハンド出てきて、まあ、エースをして普通にその6000点取ったりとか、まあ、あとは僕が2ポケを座岸からリンプして、でインポジからレイズされてコールヘッズアップ、フロップがエースクイーンクイーン、ターンがジャック、リバーが9で、まあ、色も特になく、でリバーまでチェックで回って相手キングハイで、これがクイーンとデュースの2ペアで、まあ、ポット取ったりみたいな感じ で、まあ、その後もちょこちょこ取って4万点まで戻しました。次がめっちゃ減らしたハンドなんですけど、エーシーズです。エーシーズ、エーシーズ入ると減る。でもこれはマジで降りれた、マジで降りれた。どういうハンドかというと、プラス1か、プラス1でエーシーズを、まあ、普通にオープンします。 2BB ぐらいして、でその僕の1個後ろコール BB がコール3ウェイで、ボードがクイーンクイーン7で、クイーンがクラブ、7がダイヤ、クイーンがダイヤ、2ダイヤのクイーンクイーン7というボードで、 BB からドンクが来て、まあ、だいぶきついなと思いながら、僕は、まあ、一応コール、まあ、7とかでもドンク打つし、まあ、もちろんフラドロでも打つし、まあ、クイーンも一部打つところがあるけれども、まあ、一応 AC 使ってるところも7ポケと、フラドロには勝ってるんでね、コール。そうしたら隣からレイズが飛んできました。で、BB が降りて、で僕は、まあ、もうだいぶきつい、だいぶクイーンだと思うんですけども、だからもうフロップで降りてよかった、っていうかもうフロップで降りるのが正解でしたね。フロップで降りてはよかったのをコールしちゃって、でその後ターンがキングのハートで、5000点打たれてコール、リバーが10のクラブで、もうダイヤ落ちてくれれば降りれたのに、ダイヤも落ちずに、まあ、そんな感じで、リバーも5000打たれて、この5000のリバーの5000がどう考えてもフラドロがヒット系を下ろすベッドじゃないんですよね。相手がフラドロのミスドローだとして、下ろせるところが多分僕の方に多分ないと思うんで、しかもこの金額で下ろすとは思えないんで、もう完全バリューなんですよ。バリューでしかないけれども、フラッシュのミスドローで打ってるのを願ってコールして、まあ、もちろん出てきたのはエースクイーンと、俺はキングクイーンあたりかなと思ったんだけども、まあ、キングクイーンだったらターンチェックしそうだな、もう完成しちゃってるからね。ですけど、まあ、エースクイーン、ああなるほどねみたいな感じでしたね。はい、っていう感じなんですよ。エーシーズをブラフに使うっていう選択肢はなかったかな。しかも相手に下ろせるハンドがもうほとんどないから、あのクイーン絡みだとクイーンジャックは完成してないけど、まあでも下ろせないっしょ、僕は入れてもね。まあ普通にはこれ絶対バリューだけどな、でもこの金額かみたいな、一応見たいな相手のハンドみたいな感じでコールしちゃって、残り2万点、半分ですよ。スタートから半分に落として
また戻して半分に落としたっていう。いやでもマジで降りれた、フロップで降りれた。もうダメだわ、呪われてますね。今回 A シーズン2回来て2回とも負けてます。あ、いや3回来て3回負けてるわ。ラスベガス来て A シーズン3回来て3回負けてますね。1回も勝てない A シーズン。まあとにかくそんな感じでチップを半分に減らしました。だいぶきついですね。はい、頑張ります。表彰式やってます。いや思い返してみたらマジでフロップで降りれたわ。なんでフロップで降りれなかったんだろう。うわーやったな、完全に。本当にただのフィッシュだわ俺は。まあまだ2万点あるんでね、頑張ります。ブレイクに入りまして、2万点だった僕のチップが今9万点に増えております。反動はですね、エース9でアーリーからオープンしてプラス1がコールしました。でインポチが3ベットしてきて、でフロップで、僕2ペアになったんで、はい、Hey, final table! Final table! Final table! Oh, nice! Final table! Final table の人がいました。Super senior final table. Super senior? Super senior final table. Super senior? Three days ago. Super senior の final table の人がいましたね。フロップで、2ペア作ったんで、トップ2ペア作ったんで、チェックレイズオールイン、したら、エースキングがコールしてくれて、4万点に戻しました。かつ、お、トムドーンだ。Excuse me, excuse me. Please, yeah, please take a picture, okay? It takes ages to take a photo. Thank you. トム・ドーアンと写真を撮って、で、4万点から9万点にしたのが、アーリーのオープンにコーラーが3人いまして、87スーテッドで僕がボタンでコール、で、フロップで、モンスタードローになって、ミドルポジションのベッドに僕はレイズ、で、ミドルポジションオールインに僕はスナップコールしまして、で相手が、5-6 の2ペアだったかな。5-6 の2ペアで、で僕が、ハート落としてフラッシュ完成で、ダブルアップ、ダブルアッププラスっていう感じで、それで9万点になりました。まあ、そこから増えも減りもしない感じですかね。なので、ブレイク明け頑張りたいと思います。増えてます。すげえな。俺のスチール狙いのコーラーが2人。Nines. Yeah, yeah, I'm gonna look it down. So yeah, I was thinking about right. 27. I was thinking about right. 27. So yeah, I took. Do you have 27? Yeah, I do. Okay. What do you have? Queens. Okay. Ace. And okay. Full house! まあどっちにしろ入ってたかこれ。エースいらないんだよこれ。飛びました。一瞬で飛びました。しかもひどいのがいろいろひどくて、俺がねカットオフかハイジャッカーのオープンに僕が SB で 3-4 スーテッドでコールしたんですよ。 5-6 キングって落ちて、でオープンが CB 打ってきて、俺コールしようと思ったんだけど、3500の CB に対して3500出そうとしたら3000チップと2万5000チップ出して、2万8000ベットしちゃったのね。で俺間違って500チップと2万5000チップっていうのが色がグレーですごい似てるんですよ。間違って出して、で2万8000って言うからディーラーが「No, call, I'm call」って言ったら、もうチップ出したからダメだよって言われて、それを見たさ MP がさオールインしてきて、もうしょうがねえや、もうこれドローだけど、もうここまで来ちゃったらもう降りれないじゃんって言って、一応俺がカバーしてるしで行ってコールって言って、で結局まあそのストレート完成せずにチップ減らして、でその後アーリーがオープンしてコーラーが2人いたから、何万点だったかな、6万点ぐらいかな、俺6万点ぐらいで、エースジャックスーテッド
ハートハートで、まあ、スチールしようと思ってオールインしたら後ろにオールインが来て、もうマジかよって言ったら捕まったと思って、でそうしたらそもそものオープンも、コールして、エースジャックスーテッド VS キングス VS クイーンズになって、でフロップでエース刺さってフラッシュドロー、エースヒットのフラッシュドローでめちゃめちゃ強くて、でターンでハード落ちてナッツフラッシュで、リバーでクイーン落ちてフルハウスで負けるっていう、あれエース落ちなかったら僕トリプルアップしてたんでめちゃめちゃ良かったんですけど、まあでもどうなんだろう、プリフロップだろうがね、フロップだろうがターンだろうが結果は同じだったから、まあしょうがねえのかななんて思いますね。いやしょうがないのかな、わかんない、まあ、あのミス、そのミスった後のワンハンド目がエースジャックスーテッドだから、別に焼けたわけではないけど、なんかまあなんかまあって感じ帰ろうと思ったけどリレットしようかな6万円、6万円安い、大丈夫、安い、6万円とか全然余裕、もう今入って40 BB っしょ、かますわ、リエントリーする、リエントリーしました。ちなみにリエントリーは1回までなんで、これにてもう飛んだらおしまいで、明日以降出れるトーナメントはないんで、正真正銘最後の、あれですね、35 BB ぐらいだと思います。テーブルがちょっと、テーブル探して行ってきます、頑張ります、最後の最後、最後6万円お入れにします。 I'm all in。レディガガ。クイーン、that's it。That's it。飛びましたいやー、78オフで入れたら、まあ、エース7にコールされて、同じお兄さん、日本人かなにコールされて飛んでしまいました。ありがとうございました。はい、まあこれにてトーナメントは終わりですけども、まあちょっとでも戻ってくるといいなと願ってキャッシュゲームで遊ぼうと思います。いやー、まあそうねチップの色はよく見ましょう、ていうか俺色弱だからその色すごい弱いんだけど、チップはよく見てベットしましょうっていうのが今回の教訓ですね。まあしかし楽しかったです、今回は。UFC も行けたしね、すごい楽しかった、結局。はい、っていう感じ。まあトナメは滑って僕の中でね、まあ当然だと思ってるんで、まあそこまでの悔しさはないですね。はい、こんな感じです。はい、じゃあ最後の最後まで遊ぶぞ。400ドル以上プラスになったんで、リエントリー代は全部稼ぎました。あのオールインは全てなかったことにしましたという感じで、良かったですね。はい、はい、そんな感じで、トーナメント、まあ、その後、トーナメントお代わりしてキャッシュゲームという感じでポーカー付けの1日が終わりました。はい、結果はトーナメントコロッサスっていうのをね最後出て、でするつもりなかったんだけどお代わり1回して、で2滑りして、で、最後は、まあ、そのトーナメントのエントリー表をなんとかこう回収しようと思ってキャッシュゲーム行って、で435ドル勝ちだったんで、まあ、お代わり1回分はキャッシュゲームで回収することができました。はい、でね、まあ、別に何にも後悔もしてないし、まあそんな、うわあの時こうすればよかったみたいのも、まあまああるっちゃあるけどないってなくて、そんななんかこう頭抱えるほど夢に出るほど後悔してることもないんだけど、ただ一つね、ただ一つ、まあ、僕の人生の中で一つ教訓というか新しい発見というか経験になったのが、僕ね色弱なんですよ。で赤と緑がと茶色が結
方わかんないんですよ。でも運転免許証は取れるんだけども、まあでも一応なんか括弧あの色弱みたいなあのテストで、ね、適性テストで括弧がつくみたいな感じで、今日僕が飛ぶ2ハンド前ですよね、1回目のエントリーで、っていうのが僕が3500点でコールしようと思ったのが1000点3枚と、500点のチップを1枚出そうと思ったら、その500点のチップが紫色のチップで、でこれが2万5000点のチップだったんですよ。500点のチップと2万5000のチップを見間違えて2万8000点のレイズをしてしまったの。でその後は自分はコールだってディーラーに行ったら、いやもう出したからダメだよって言われて、で却下されたんだけど、まあそのおかげで結局ドローでもねオールインにコールしなきゃいけなくなっちゃってさっていう感じなんだけど、まあ、数字を見てチップのに書いてある数字を確認しておけばいいものの、まあ、確認不足で、まあ、長時間やってるのもあって確認不足で集中力が切れて出しちゃったっていう話なんですけど、で結局まあそこも確認すればよかったなで終わる話なんだけど、なんかなんて言うんだろう、初めて自分が38年生きてきた中で色弱であることに残念さというか悲しさというか、うわ俺色弱じゃなかったらよかったなっていう、まあ、ハンデとも違うんだけども、まあ、いわゆるそのハンディキャップみたいのを感じた瞬間でしたね。自分はこれまで生きてきて色弱であることのハンディキャップを全く感じることがなかったんだけど、その今回初めて色弱であるがゆえのミスをしてしまって、生まれて初めてうわこれ俺の色弱のせいじゃんみたいな、チップの色を見間違えるってもう完全にそのせいで、あーそっか、そのみんなは当たり前のように色を見分けられるけど、俺はそれが、まあ、ちょっと分かりづらいところがあって、でそのために損をする瞬間があるんだなっていうのを今回のことで、まあ、思い知ったというか、俺のケースはさ、まあ、俺も本当に色弱も軽い色弱だからさ、全然そんなにね実生活にその支障が出るものじゃないんだけど、でもなんか障害を持ってる方っていうの、まあ、みんなが当たり前にできることをできない人っていうのがいるわけじゃん。手がないとか足が動かないとか車椅子だとかね、喋れないだとか目が見えないみたいな、そういろんな人がいて、一般の人たちがその当たり前にできることをできない人たちがこの世にいて、でその人は俺ら一般人、一般人って言い方もあれなんだけども、普通の人が何の障害もない人が思いもよらないような苦労や障壁障害っていうのが生活の中にあるんだなっていうのをなんか身をもって知ったわ、まあ、だから悲しいとか、その俺は色弱で本当に色弱じゃなかったらよかったみたいな感じでなんか悔やむとか、自分が色が分かりづらいっていうのをなんかすごい悔やむっていうレベルでもないんだ、ただあそっか、なんか当たり前のようにこの我々ができていたこと分かっていたことが分かんない人も世の中にいて、それによって損をする人とか、ね、大変な思いをしている人っていうのはこの世にはいて、で自分はそういった経験をラスベガスでできたなって思って、でねちょっと勉強になりましたね。はい、まあ僕はトーナメントでもそもそも滑ると思ってるし、でまあ滑った中で、まああとキャッシュゲームで回収して、まあこう賭けポーカーをね、日本でできない賭けポーカーを24時間好きなだけできるっていう状況下を楽しむためにラスベガスにいるんで、ならまあトーナメントを滑ることはもう前提なんでね、そんなくよくよはしてませんが、ただ、まあ、まあ自分のその色弱のせいでそういった思いをしたっていうのは、なんか僕の人生に知らなかったことをなんか知れたというか、新しい1ページになりましたね。でも僕はそのラスベガスに来て本当良かったですよ、まあ、この色がね見づらいこと、だから障害を持ってる人の思いもよらない苦労みたいのも一応なんか自分の中でまあ体験できたし、あと普通に楽しいからね、まああと2日あるけれども普通に楽しいんで、 UFC も見に行けたしね、 UFC も僕楽しい思いしかしてないんで、で悲しいとかそういうこと全くないんで、いやラスベガスめっちゃ楽しいですよ。でやっぱこう自分が普段しない行かないところに行くとやっぱ新しい発見があるし、なんか本当に人生が豊かになるなって思いました。はい、そんな感じ。明日明後日は特に予定なくて、でポーカーのトーナメントも出る予定がないんで、キャッシュゲームやってまたお小遣いを増やすか、まあ
あとはちょっと観光したりしようと思います。そんな感じで、まあ明日明後日の動画を皆さんぜひ見てください。この動画は、筑波湯葉の豆翔さんと、隙間時間にアルバイトはネクストレベルさんの提供でお送りしました。はい、それでは柴田でした。バイバイ。隙間ファイトアプリネクストレベル、隙間ファイトアプリネクストレベル、隙間ファイトアプリネクストレベル。1日3時間から未経験でも OK。 隙間でバイトを探すならネクストレベル。明日を切らずにいられない。